対馬にやってきたのは、韓国で復元された朝鮮通信使が乗っていた江戸時代の木造船です。朝鮮通信使のパレードは日韓友好の証として40年以上前から続いていましたが、新型コロナで中止となっていて、今年4年ぶりの開催となりました。日韓合わせておよそ250人の市民らが対馬の街を練り歩きました。対馬市では今後も両国で開催されるイベントなどを通じて友好関係をさらに深めていきたいとしています。